安倍晋三です。これから始まる参議院選挙は日本にとって歴史的な選挙となります。なぜなら18歳から投票できる初めての選挙となるからです。どうして選挙権が18歳に引き下げられたのか。それは日本の機動力となる若い世代の力を社会や政治が必要としているからです。だからこそ皆さんの声を政治に届けてほしい、一人一人が投票に参加してほしいと思っています。私は皆さんが持てる力を発揮し、生き生きと輝くことができる社会にするために全力を尽くします。皆さんの一票が日本の未来を作れます。どうかこのチャンスを生かしてください。政治はあなたのものです。